方位。それはそれは綺麗な女神様が、ヨーヨーカリーだよ。チクラ。今日はわんこそば、こんばんわんこそば、ありがとう。今日はレッスン行って、じゃあ今日はちょっと今日いろいろまあそんなにまあレッスンがあったんですけども、まあ今日あったことをちょこちょこお話ししながらゆるく雑談していきたいと思います。13位すごいよね、本当にね、ありがたいです。酔ってないです、炭酸飲んでますけど、炭酸水レモンのですね、今日はですねバンされたこと1回だけあります。今日は、レッスン行ってまあめちゃ踊って、長い時間踊りまして、で今日は長いとご飯休憩がまあ45分ぐらいかな、41時間ぐらいあるんですね。で私も夜ご飯買いに行こうと思ってコンビニに行ったんですね。でレジ終わったらマリーナさんが別の列で並んでて、ではちょうどいいやって思って一緒に帰ろうかなって思って、マリーナさんと、マリーナさん何食べてるんですかって言ったら、さっさって、もうまず下を向かれて、まだ一回も目を見て話したことはないんですけど、まあ、下を向かれて、まあでも話してくれるようになって、でマリーナさん何飲んでるんですか、何買ったんですかみたいな、いやみたいな感じで言われて、見たらなんか飲むヨーグルトとアロエヨーグルトとなんかフルーツっぽい使ってて、でめっちゃヨーグルト買うじゃないですかみたいな話をしてたんですね。ご使用機会にありがとう。でなんかマリーナさんがマリーナさん一緒に帰りましょうみたいな感じで言って、でマリーナさんがお会計するの待ってたんですね。したらなんか私がこうやってポツンって立ってたから、なんかマリーナさんがお金出してて、なんか私がおごってるみたいですねって言われて、でいやいややめてくださいよ、おごってくれるんですかみたいな聞いてたら、いや一生おごらないですみたいな言われて、じゃあいつになったらおごってくれますかって私めっちゃ年下なのに聞いて、したらなんか何をですかって言われたんで、ヨーグルトいつになったらおごってくれますかって言ったら、ヨーグルトが滅びる頃ですかねって言われて、でそっからなんか帰るまでの間ヨーグルトがいつ滅びるのかみたいな話をして、はじめましてですこんばんは、なんかヨーグルトがいつ滅びますかって言ったら1万年後ですかねみたいな、1000年後だったかな、1000年後か1万年後みたいなこと言ってて、でなんか私がそれは牛が絶滅しているって、牛が1万年後に絶滅するということですかって言ったら、いや牛はとっくに絶滅していて人工ヨーグルトができますみたいなことを言ってて、でその話が終わった瞬間、すごいしょうもない話してますねってマリーナさんに言われて、頭良さそうなのにすごいしょうもない話しますよねみたいな言われちゃって、頭良さそうですか、でもマリーナさん哲学的な話しましょうよって言ったら、いやしたくないですって言われてでマリーナさんに、なんか私18なんですよみたいな、なんか年齢の話になってて、で18なんですよって言ったら、めっちゃみたいな、めっちゃ大きい声出して驚かれて、なんかそう、私今年19ですよみたいな、でこっち言ったら、そうだったんですかみたいな、何歳だと思われてたんだろう、わかんないんですけど、めっちゃびっくりしてました。で一緒にエレベーター乗ったんですね。エレベーター乗ったらもうマリーナさんが壁の方を見ちゃって、だからマリーナさん、私マリーナさんがいつか目を合わせてくれる日までマリーナさんの顔を見て話しませんみたいな、マリーナさんの服を見ますんで私の方を見ても大丈夫ですよみたいな、はい了解ですって言われて、でちょっとだけ漫画の話して、ヒロアカの話とかしたりして、
で、なんかダンス中になんか「沖さん進撃の巨人貴公子」みたいな話をしてきて、なんか私が「進撃の巨人」の貴公子のモノマネしてたんで、なんかさりげない時にちょっとなんかこう休憩タイムみたいな時にマリーナさんの真横と前を通るたんびにこうやって歩いてたらめっちゃ笑ってくれるんですよ。なんかそういう話をしました。なんか LINE 交換したいってすごい思います。いや今日結構お話できて嬉しかったです。いやーよかった。でみちさんには今日はお腹をめっちゃ触られました。みちさんは毎回私のお腹をつまんできます。でも服が一緒、なんかピンクと黒のズボンでなんか似たような感じだったんで写真撮ろうって言ってたんですけど、撮るの忘れちゃった。撮ればよかった。また同じような服着てくるかしら。もう私これ、マイケルの生誕ティーなんですけど、そんな感じで1期生の皆さんとのレッスンも楽しいです。とても。私ユミルさんに似てます。ユミル様、あれですか、進撃の巨人の方ですか。巨人の姿のユミルですか、それとも人間の方のユミルですか、どっちですかね。 なんかそういう感じでマリーナさんとお話できたり、イッチさんとお話ししたり、いろいろと話して楽しかったです。何やさん人見知りなんですよ。でももうほんとなんか最初に比べたらめっちゃ心を開いてもらってる気がする。私はドラフト生の中では割となんか結構話してもらえてる方だと思う。なんか一番ドラフト生で打ち明けてると自負しているんですけど、違うんですかね。まあ多分聞いたら多分違いますって言われると思うんですけど 自分的には結構いけたと思ってます。お守りありがとうございます。もっとグイグイ行ってください。いやでも行き過ぎたらダメなんですよね。ちょうどいい距離感を保ちたいんです。ショールーム結構元気。まあ、ここで喋るのとね、私もそうですよ。人見知りなんでね、画面で自分の顔を見てね、顔が見えない皆さんに語りかけるのと、表情の分かる人に語りかけるのではだいぶ違うんでね、感じが。そう、距離感大事。あんまりガツガツ行き過ぎてもダメなんですよ。 でももっともっと仲良くなりたいなと思いました。いやーメールでも書いたんですけど5月31日ですね。ね、6月ですよ。6月。6月や。そうだよ、31日だよ。ギガが回復するぞ。やったー。今日メールをくれんて。そう。レッスンじゃね、もう本当にメール遅い。そこまで怒ってなかったけど、メール遅い、ムカつく。私機械に対してめっちゃ怒りますから、本当にやばいですよ。私がマジギレしたのなんて、一回だけ妹にメロンパンのことで怒ったのと、あと機械に対して本気で怒ってます。友達に関してとかは本当に怒らないんですけど、基本はもうありがたかった。ありがたい。明日や、カツカツ給料日まで頑張ろう。給料日前だけど頑張ろうね。そう、私でも妹と本当に一回、妹に対して一回ぐらいしかマジで怒ったことないんですよ。メロンパンの話は、なんか私が妹のメロンパン食べたんですね。そしたらなんか妹が怒ってて、で妹、うちの妹すごい気が強いんで本当にすぐ怒るんですよ。もうそんなに怒るかっていうぐらい、
特にあの反抗期の時だったんで、もう余計切れてて、切れるナイフだったんですね。でなんかなんだっけ、なんか私がメロンパン食べたら、なんか食べたみたいなこと言われて、食べたよって言ったら本当になんかすごいもう暴言を吐かれて、で私お前って言われたんですよ。で私本当に人からお前って言われることが一番嫌いなんですよ。多分この世で一番嫌いなぐらいお前って言われるのが大嫌いなんですよね。私名前あるのにお前って言われるのが一番嫌いなんですよ。お前やばい、ごめんなさい。そんぐらい、そんぐらい嫌いで、そんぐらい嫌いで、で私はお前って言われたからもう本当に怒って、もうたかがメロンパンで私が悪いんですけど、めっちゃ怒っちゃったんですね。もう私怒ってたら悔しくて涙出てくるんですよ。だから涙流しながらお前って言うなみたいな怒っちゃって、怒ってめっちゃ、でも妹は強いんでめっちゃなんか暴言を吐かれまして、いや結局私が悪いんでメロンパンは、まあ代わりにねメロンパンを買ってきたわけですけど、なんかそれぐらいですか。本当にそれが今まで人生で生きてきた中で妹に対して本気で怒ったんですよ。お主ならいい、お主はいい、お前が嫌なんですよ、お前が嫌なんですよ。私はお前、こいつ、そいつ、あいつはいいですよ、なんでかわかんないけど、こいつもまあうん、お前とお前、お前が本当に無理なんですよ。私はだからお前が本当に謎に私のキレポイントなんですけど、なんかこう言い方にもよるんですけど、お前なみたいな感じだったらいいんですけど、ドイツ語いいですよ。何の話してましたっけ、 なんでメロンパンの話したんだっけ、忘れちゃった。メロンパンショックだこれは。いや なんだろう、多分別にもしこう私が社会人でなんか会社の上司にもうめっちゃパワハラ上司とかにお前はって言われてもキレはしないと思うんですけど、内心はめっちゃムカつくやするんですけど、多分マジキレはしないんですよね。多分妹だからっていうのもあったと思うんですけど、でも本当になんかもう泣きながらお前って言うなみたいなお前って言うなみたいな言ってました。なんでこの話したんだろう、忘れちゃった。もう一つの話したらちょっと前の話忘れちゃう。オキシスターワーズショータンプラーちょっと解読頼む、元のなんかそんな感じですかね。あ、機械にブチギレだ、そうだそう、私はもう機械に対してはもう常にそのお前って言われた時と同じぐらいあのぶつけます、怒りを。なんで動かないのみたいな。おきちゃん、ゆらちゃんにいつも壊れてるよって言われてる。いつも壊れてる？私が？お前にお前と言われる筋合いはない。そう、それなんですよ。もう私は機械に対してはすっごい言いますよ。短期、なるほど。なんだろうな、なんか私が一番嫌いなのは携帯を、多分これは機械に強い人が聞いたら私の悩みなんて多分あのしょうもない話ですし、なんでそれがわからないんだって感じだと思うんですけど、私はもう触れてこなかったので、一番嫌いなのがあの携帯を新しく買った時のまず最初の設定が本当に嫌なんですよ。もう本当にムカつくんですよ怒りの配信になっちゃってる。本当にそれが嫌で。妹は短期、なるほど。最近落ち着いてきたかな。機械音痴っていうのもあると思うんですけど、最初の設定が嫌すぎて、で私一回なんかパスワードを忘れちゃって、で、あ違う、なんか一回本当にもう私がこれ過去最高に切れた事件が、機械に対して切れた事件が
あってえこれオーディションぐらいかな、なんかオーディションの時に限って私毎回オーディションでショールーム審査やりますって時に限って毎回携帯が壊れるんですね。多分もう本当に昔から見てくださってる方は分かると思うんですけど、で1期生の時か分かんないんですけど、どっちか忘れたんだけど、なんか携帯が学校にいる時に勝手にシャットアウトして勝手にシャットダウンしちゃったんですよ。だからもう充電切れとかじゃなしに勝手に本当に壊れてたわけでもないのになぜか勝手に真っ暗になっちゃって画面が、でどれだけ充電とかさしてもこう携帯とかをつけてもできなかったんですね。でほえーみたいな感じじゃないですか。でなんかでやっとなんかついたんじゃない、それでもうなんかショールームができないってなっちゃって、なんか携帯会社の人に連絡したんですね。でもちょっと1週間ぐらい新しいの届けるのに時間かかっちゃうんですよみたいなこと言われちゃって、 iPhone だったので、でもう1週間なんてショールーム審査が終わっちゃうわけですよ、もうその間に。私もショールームで顔出しするとまで決めてたので、もうこれはやばいって思った時に、なんか携帯会社の人になんかその SE カードみたいなのを別の iPhone に入れたら一緒のなんかデータはそっちに移せるんでできますよみたいなこと言われて、なんで私の昔使ってた 5S ぐらいのやつもう割れてるんですけど、まあまあ基本操作ぐらいはできるやつがねありまして、SIM カードですね、 SIM カードを交換したいですみたいなこと言われて、で交換したんですね、携帯ショップ持って行って。したらでもパスワードとかは、パスワードというか基本の画面は自分の昔の画面なんですね。だからパスワードが分からなくて、今度はもうこれがまずムカつくじゃないですか。自分の昔のパスワードが分からないんですよ、ロック画面とかが。でめっちゃムカついて、でロック画面はなんとか本当に記憶を頼りにやったんですけど、なんか別のこう iCloud かなんかの設定が分からなくなっちゃって、でなんかパスワードのなんか質問みたいなあるじゃないですか、忘れた時用みたいな。で私パスワードの質問の答えもなんかデタラメに書いてて、もう分かんなくなっちゃって、これ自分のせいなんですよ。もう本当にムカついて、もう期限が迫ってるのにみたいな感じになって、でもその時の私はあれにあれ果てまして、もう機械に対してめっちゃムカついて、本当にもうそんなにイライラしたことないっていうぐらいムカつくみたいな感じで、携帯に対してもうなんでこうなるのみたいな、もう泣きそうになるんですよ私本当に。もう一番この世で何が苦しくて辛いって、携帯が壊れた時に携帯の会社の人に電話して説明する時なんですよこんな力説することじゃないんですけど、なんか違う、短期じゃないんですよ、機械に対してだけ短期なんですよ。だからなんか携帯壊れるとするじゃないですか、で電話するじゃないですか。そしたらなんかこう何とかをやってみてくださいますかみたいな、何とかがあると思うので何たら何たらをみたいなこう言われると思うんですよね。もうしたらなんか本当に分からなすぎて、もうなんか泣きそうになる、ごめんなさい分からないですって言ったら、その携帯会社の人に分かりましたみたいな、じゃちょっとお電話変わりますねみたいなこと言われて、なんか本当にもっともっと上のプロみたいな、なんかスペシャリストですみたいな人が出てきて、なんかお電話変わりましたみたいな、なんとかのなんとかですみたいな、なんか私の説明がもう下手くそすぎて、もっともっと上の人が出てきちゃったんですねでもうなんかその人が一個一個丁寧に丁寧に丁寧に教えてくれて、なんか一からもらいました。本当にねもうクレーマーみたいになっちゃったんですけど、もう機械音痴のものです。本当にもうやりたくないそれだけは多分ね男性とか割と機械とかに強かったとか多いと思うんですけどね、私はもうこれまでそんなに触れ合ってこなかったので結局解決しました。違いますよ、バイトの子とかじゃないですよ、もうその最初に出たコールの
人もすらプロなんですよ、その道の。でも私の説明とか私の理解力がなさすぎて、もっともっと上の人が出てきちゃったんですよ。いや、もう初期設定が嫌いなんですよ、ね、多分初期設定以降になってきて、なんかこうもう同じことのルーティンの繰り返しってなったら全然いけるんですけどまあそんな感じですねブラックリストに入ってるのかな。フォローしました、センキュー藤原ラッキーうん、もう嫌なの全然緩くない、私の怒りの配信になっちゃった。何の話してた、そうだ、月末なんですよ。だからもうあと1時間したら6月ですね。6月いいですね。私はあんまり今まで好きなイメージがなかった、なんかこう雨のイメージが強すぎて、梅雨とかのね、なんですけど、私はなんか天候的にはあんまり雨降ってないとジメジメしてなくていい感じだなと思います。あっ、いやーん、ダンスが映っちゃったそう、6月病いやー、ごめんなさい、これ段差に見えました、これ段差なんですよ。いやー、段差に見えます、見えます、ガタガタなんですけど、段差じゃないんですよ、これ段差なんですよ。ガタガタに見えるんですけど、実は段差なんですね。なめたけが入ってます。私の食料倉庫です、これは。そう、これ一番下がおかしいんですね。そう、なんかマイキューが食べ物入れてるのを見て、なんか最初はなんだこの人、リスかよみたいな思ってたんですけど、最近はなんかあ、いいじゃんみたいななんか楽じゃんみたいな、これ楽じゃんみたいな感じで入れてます。さすがにマイキューみたいになんかパンとかは入れてないんですけど、あ、パン入れてました、パン入れてましたわでもマイキューみたい、マイキューはなんか変に細かくて、なんかじゃがりこ入れみたいな感じ、じゃがりことかポテチ系を入れるボックスとなんかパンとかで分けてるんですよねそう、なんかマイキューが前なんか食料をなんかご飯、お腹空いたとかじゃ、ご飯が食べたいとかじゃなくて、食料が家にあることが安心するみたいなことを言ってて、その気持ちが全然分からなかったんですけど、最近になって分かります。なんかあることが安心感があるんですよね、蓄えてる感があるのかな生物は置きません、冷蔵庫に入れます。ゆらさん、うどん買ってきてくれるのかな。今日ゆらさんからなんかあの瀬戸内海なうみたいな、岡山着いたよ、沖の地元みたいな感じで来ましたぜひ楽しんでください。まあ岡山には滞在しないんでしょうけど、今香川だ。そう、お金落としちゃって、私のこれがもうなんかね、心の拠り所、ここの 1,2,3,4 段目が心の拠り所です。そう、ライフスタイル流行るかもしれない、まいちゃんの。チャン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 、お金は返しました、そらはちゃんにもまいちゃんにも。うん、ちょっとリップを塗り直します。あ、明日
日の配信予約どうしよう。あ、ちょっと映っちゃう。もう落としません、本当に本当に1万円落としたのがもう私はチラピチラピです、チラピッピです。昼間は投げキッスありがとう、俺にモバイル1票入れたよ、ありがとう。投げキッス1つでそんなありがとうやで。ねえ、邪魔しない、ありがとうございます。なんかね、私ね、服とかはピンクないんですけど部屋はピンクなんですよね、割と。これすごい音鳴るんですよ、液体みたい。これ指原さんが使ってて買いました。いいです。でも私これわかりますかね、これティントタイプなんですけど、ティントってこう水タイプな感じなんですけど、私こういうタイプ、上唇全然色つかないんですよね。防水加工されてるのかな、 上の唇全然つかないんですよ。多分水跳ねちゃうんですよね。だからスティックタイプ、なんていうか普通の唇とかじゃないとつかないんですよね。このやつエチュードハウスです。本当になんでつかないんだろうっていうぐらいトロントロンにならないです。結構パサパサ。おへうどん買う場所と時間ない。ああ確かに、愛媛の時も時間なかったもんな、バリーさんのグッズ買おうと思ったら。なんか握手会にバリーさんのグッズ持ってきてる人がいっぱいいて、ちょっと欲しくなっちゃって買おうって思いました。私も絶対買うって思いました。昨日 100% で買った。え、バリーさん、え、買ったの、買った、え、買った、 あ、そういうこと。なるほどね。プチプラうまくする人、そう、プチプラ多いです。ファンデーションとか絶対デパコスなんですけど、そう、昨日 iPhone とね、粘土作り対決みたいなしてて、そうそう、バリーさん作ったんですね。でどっちが作ったかわからないようにして、なんか投票でアンケートでなんかどっちがうまいですかみたいな決めようとしたら、 iPhone のルームで私のやつが 0% で iPhone が 100% で勝ったんですよ。そんな 0% なるって思いましたね。びっくりしました。私のバリーサイヤは本物なんですけど、イラストで描くと本当にうまいんですよ私。粘土はちょっと難しかった。明日私は起きれるでしょうか。アイポンさん予言してく、予定予言してください。どう思いますか私は。でもなんか起きるんじゃないですか。そう思います。なんか予言的には。アイポン的には私は起きれる。どうです。予約入れるんですか。いや入れたいんですよ自分的には。でも怖いんですね。うん、難しいですね。楽しい愛媛はみきゃんバリーさん、それ大好き。だバリーさんが出てくるもん歌詞、うまいでしょ、うん、見たん、こっちで見ればいいのに。そんな配信、配信越しに見んといて、本物見ればあるじゃん。そうだよ、じゃあ iPhone の似顔絵描くね、今の iPhone の。私の目の前に iPhone がいるんですよ。今の iPhone メガネだからな。今メガポンだよ。メガポン、なんかすごい似てるわ。はい、どうすか、似てるわ。似てるでしょ。こんな感じ。そらはちゃんが一番似てるんよ。
メロディーの花を咲かせます。もうソラちゃんほど私は似てる絵を描けない。うまいっしょ。ドレミファーソラファー。私ね、絵でも別に下手くそではないんですよね。よいしょよいしょ。ソラちゃんに今度似顔絵描いて送ろう。絵描けますよ。描きましょうか。上描きしましょうか。でも私長くしてませんよ。うん。何描きましょう。なんかありますかね。なんかリクエストある。ちょっとたまにお絵かけしてみようかと思う。ゆっくり。なんかリクエストある。お絵かきしようと思うんだけど。あ、え？うん。私下手くそじゃないけどね。日本地図。日本地図ってさ、平成の伊能忠とかだから。本当に？うん。みんならじゃあ伊能忠さんバージョンで。いや難しいよね。私やっぱ中国地方岡山がうまいんだけど。まあ、岡山ね、うん。周りを描いたら。岡山で絵描き歌あれだから。絵描き歌すごいから。こういう感じにしかならないんだね。ああ。でもこれは多分。うん、本当に形だけ見たらって感じ。世界行く？世界は厳しい。厳しい。大陸しか分からん。じゃあ確かにでもそういうなんかアバウトなお題はいいね。いい？うん。いい感じだ。割とかけてた。ちょっとさ、関西沈没しちゃった。マントヒヒ？マントヒヒってさ、マントヒヒ？え違う。え？オラウタなんだっけ、なんかさ。マントヒヒって何？サル？え、あれじゃないの？違うよ。なんかそう。牙。私前配信で。あ、じゃないか、ここに赤いのがある牙みたいな。え、サル？サルかな？だからなんか前マントヒヒ書いたら。あ、違くない、あの角がこうあるやつじゃないの？あ、それマンモスか。マンモス。あれ赤いやつだっけ？赤いここに線が入ってるやつじゃないの？あれ違うの？じゃ前マントヒヒ書いたらマントヒヒだな、あれ？全然違うの書いてあるの。正解が見たいわ。明太とか忘れてた。それは、うん、え、皆さん岡山県の絵描き歌って知ってます？有名な。有名な。私は描けないんですけど、まあ例えるならこう歌がちょっと覚えてないんですけど、岡山県の絵描き歌。絵描き歌。岡山県の絵描き歌みたいな感じで、まずこっち見よう。左手に広島を描きます。詳しいやつは分かんないです。でどっち描くんだっけ。あ、次兵庫描くのか。兵庫を描きます。出なかった。端上で、そうそう、で鳥取を描きます。で島根を描きます。山口描いてたっけ。でも山口も書いておきます、まあ、いいで香川を書きます。瀬戸内海を書いて、あ、なんか見えてきた。おお、線引いたら、ここを引いたら岡山県。本当だからね、みんなこれ、これ本当なんですよ。これ私の作った絵描き歌とかじゃなくて、本当にこんな岡山県の絵描き歌ってこれなんですよ。本当にちょっと上手くはないんですけど、そう、最初に広島書いて、兵庫書いて、なんか初めに広島書きましてみたいな感じで、もう最初から難易度がもうバリバリ高いんですよ。めっちゃリアル、ね、そう、すごい絵描き歌見てほしいです。某 YouTube とかで見てほしいんですけど、某 Tube とかで見てほしいんですけど、もう初めの難易度がもうバリバリ高いんですよ本当に。で鳥取帰って、島根帰って、瀬戸内海あって、香川帰ってできます。そうそう、だから岡山県の絵描き歌は岡山以外の県を描いたらできるんですね。あっという間に岡山県みたいな感じでできるわけですよ。まあぜひね、あの我こそは描けるみたいな方がいらっしゃいましたら描いてみてはいかがでしょうか。
え、知らないんですか、岡山県民なのに。知ってるよね、だってこの絵描き歌、うん、ん、知らなかった、なんか見たことある。え、じゃあなんで言ったの。え、見たことあるよ。ああ、知ってるってことよね。なるほど、私も何だろうね、なんかでも知ってる知ってる。ぜひね、岡山来てみてください。あのぜひね、ジーンズの生産量日本一だったりとか、制服をね、あの作ってたりとか、制服の生産っていうか、なんだ、もう結構すごい強めですありがとうございます、お守り、星もありがとうです。そう、ビーズの稲葉さんとの出身地もあります。よっせい、あ、それは違うわ間違えた、ウルトラソウル What time is it now? 43分。早いね、早くない？43分でしょ？43分だよ。早いね、早いね、だって、そっか、何しとったん、何しとんすごいか、しょうもない話しかしてないです。しょうもない話しかしてないのです。そう、20分ぐらい私怒ってたんよね、おこちゃんだったから。何で？機械に怒ってたの。めっちゃ機械に私切れるんよね。で、過去にどれだけ切れてたかっていう、武勇伝ではないけど、なんかしょうもない話をしてました。福山から見てる、広島県からありがとうございます。平成最後の5月にお金言葉をどうぞ。そうですね、平成最後の5月にですね、もう私はいろいろと、まあ、ショールームのイベントに参加していたりとか、なんかこう初めて公演に出たりとか、いやー、いいですね。あれは平成最後の夏のことでしたみたいな感じで語りかけたいですね、なんつって。まあそんな感じで、うん、これからまあThank you。 まあこんな感じで、まあダラ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 とやっていくんですけども、今日はお悩み相談したりいろいろやりましたね。まあ6月は総選挙のね、あの会場、名古屋ドームで総選挙も行われるということで、初めて参加するのでね、ちょっと楽しみです、いろいろと。それではもうちょっとしたら団長を読みます。今度は普通に読みます、さすがに、さすがにラップでは読みません握手と写真もあります。6月はたくさんあるのでぜひ来てくださると。服がない、服がないよ、買わないといけない。何か着てほしい感じの服ありますか。私白と黒しか持ってないんですよ、最近ちょっとやばいなって思い始めて。GU ですか、もう GU プチプラでいきましょうか愛媛公園で釣られました。あら、ありがとうございます、 Thank you。 セーラー服、ピンクの服、ナース。コスプレは写真会だけやります。あ、岡山なんでね、でもね、それもありかもしれない。ちょっと買いに行ってみようかしらあ、もう今度不洋服でも見に行かないかい。ピンク、あ、岡山じゃん、まあまあまあ、衣装がね、岡山県衣装なんですよね。そうそうそう、まあ、一番さっきさんとあささんと、うん、一緒に出た時に、うん、一番似合ってるって。え、でも私衣装さんにさ、あん中で一番似合うって言われたよ、他のメンバーの中で言われてる、みんな言われてる違う、アイポンは正直ねみたいな感じだったよ。え嘘じゃん、アイポンと
さっきとあずさちゃんより似合ってるみたいな。ではもらってもいいですか。でもあずささんに言われたよね、岡山ピンクは私だからみたいな。さっきさんも言ったよ。さっきさんも言ってる。みんなみんなが全員が言ってる。全員がピンク。岡山県メンバー主張激しいよ。そう、みんなが言ってるわ。いや、4人しかいないのに4人が4人それぞれ私が一番似合ってるって言ってる。いやまあ確かにあんまりなんかピンクって感じのキャラがいない気はする。ドラさんにしてもあずささんにしてもサッキーさんにしても、サッキーさんなんか今日神って書いてたからも T シャツゴッドだったから。まあピンクが似合う女性になれるように握手会でピンクの服を着たいなと思います。とりあえず買い物に行き、明日がですね、そしてあのレッスンの時間が分かりまして、明日もお昼から9時までなんですね。なのでもう本当に夜か朝かしかできなくて、でお昼配信もまあワンチャンできるかなって感じなんですけど、ちょっとまあそうですね、頑張って起きるということで、はい、朝配信やりたいと思います。これはもう本当に何度目の正直、うん、もうコメント欄で信用されなくなっちゃった。頑張ります、頑張る、起きる、頑張る。6かな、6、うん、いつでもいいよ、ありがとう。ありがとう。もう私はもうこのイベントが終わったらもう絶対夜配信の女になる。夜配信の女になる。はい、でも7時でもいいんですけど、うん、7時、6時、7時、7、8、8、9、11、12とか、え、ママに1万個届いたよ、ちょっと待って、ギフト、え、マジか、あー斉藤さん、マジか、検証絵になるよ、大丈夫かい。指が死んじゃうぜ。指死んじゃうぜ、大丈夫かい。ありがとう、サンキュー。斉藤さんありがとう。もう打たなくていいよ、コメントとかも指が死んじゃうよ。ありがとうございます、本当に。確かにコメントなかった、ありがとう。申し訳ねえ。メールの返信見てます、もちのろんです。森千子ありがとう。へーへー、気をつけてね、指本当に。じゃあちょっと明日のスケジュールだけ書いておこう。岡山の絵描き歌は消して、よいしょ、ね、とりあえず大丈夫ですか、6月1日の配信予定を書きたいと思います。
き iPhone です。 iPhone ちょっと風邪気味っぽいので、今くしゃみ、あ、くしゃみでした。今咳じゃなかったです。朝は、あ、間違えて5時とか書いちゃった。やばいやばい、それはちょっと、まあもう本当に起きるので、いやもうちょっともう言葉にはしない、もう書くだけ書く。朝とりあえず3回やって、とりあえず6時から7時、8時から9時、10時からお昼前にしたいんですけど、お昼前にしたいんですけど、11時から12時とかかなって考えてます。とりあえず、とりあえず一応こういう感じで、もうあのね、もう私はね、もう言葉にしないことに、言葉にしたら嘘にしか聞こえない。まあ文字にするのもずるいけど、とりあえずこういう感じ。そんな感じでそろそろ終わりですね。まあショールームもはい、とりあえず壇上を読みたいと思います。あれ早いかな、あと5分、あ、やばい、いきます。13位、ケムマキさん、ありがとうございます。もうすぐ寝ます、お風呂入って寝ます。12位、ユキオさん、ありがとうございます。そして11位がモリモリさん、ありがとうございます。そして12位がピンクさん、ありがとうございます。で9位がサシスセソさん、早いですね、ありがとうございます。8位がヤスさん、ありがとうございます。そして7位がヒーロさん、ありがとうございます。6位がパパパパンダさん、ありがとうございます。そして5位がマッカさん、ありがとうございます。で4位がアツさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がキリアさん、ありがとうございます。そして2位がそれを私に言わせたいと、なんでお兄ちゃんがつけるのかな。2位が、お兄ちゃん、ゆうかね、ショールームに選抜入りたいの、さん、ありがとうございました。お兄ちゃんいらないよね、私自分のことゆうかって呼ばないしね。そして、斉藤さん、いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。はい、今日も見てくださってありがとうございました。まあ、あと5分ということで、まあ5月、今月本当に今までありがとうございました。今月いっぱいありがとうございました。それではまた6月からも一緒に頑張っていきましょう。起きよう、一緒に起きよう。ありがとうございました。バイ。ルル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 。
ーフはありますね。そのサーフを一体どうしましょうか。私はてっきりもう58分ぐらいだと思ってました。言うて1分違いですけど。おやすみなさい。したっけ、ロスしてる。サーフどうしよう。ライブもサーフできる何がない。クッキングしか思うかな。それはカップラーメンじゃないですか。クッキングじゃないですね。ジョイマン、あと3分でジョイマン。ジョイマン、またもう面白くないよあれやっても。笑ってくれるならやるけどさ、だって私今部屋に iPhone しかいないよ。やっぱ笑ってくれないよ絶対、うん、私結構メンタルやられるよ。え、ちょっと笑う自信ない。もう見たもんだって。怖い、ちょっと怖い。ほらもう笑いすらもないもん、ドン引きだよ。私の心が削られていく、人参の皮のように。軟骨いきなり出てきてごめん、誠にすいません。さあ行こう、ジョイマンのいなくなった町に。よし、いや、じゃあチュウエイさんのギャグを何個かしてもう終わりたいと思います。もう結構もう、じゃあ行きますね。ちょっと一回ちょっとカメラの画角を変えよう。よいしょ、あんまり変わってない。よし、行きます。いや多分今まで何度も見せたものが多数含まれていると思うんですけど、いきます。よし、じゃあ何からいこうかな。うわー、あーハーフ&ハーフ。見たことある、それ見たことある、うん、本家、本家見たことある、うん、あの30秒、じゃあ行きます。カシャカシャカシャ、お、いいね。カシャ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 、お、いいね。カシャ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 カ、あともうちょっと。肉まん。